皆さんこんにちは、カエラ TV のセリシュンとカエラとイケスバです。ピンポン、ピンポン。ということで今回はカエラ言っちゃってよ。いいかお前ら。おう、ここはどこだ。ホストクラブカルバーナ。そうだ。ということで、お嬢がいるだろう。いるな。お客様が1名いるということは、その子を喜ばせないといけない。かっこいいを引き出そうよ。俺らの最高のかっこいい引き出して。そうだよ。お客さんにかっこいいと言わせよう。そう、最高な気持ちで帰らせてあげようじゃないか。そうだ、そうだ。満足させてあげるのが俺らの仕事だろ。そうだ、そうだ。ということで今日の企画は、ユナにかっこいいと言わせたい。あー楽しみだ。最高だ。得意分野だよ。だから俺らで勝負しよう。なるほど。一番お客様をかっこいいと思わせたやつが勝ちだ。誰から行く？じゃあ俺から行こう。おい、俺がまずノーマル、ノーマル池田翼から行こう。行きましょう。お客様、少々よろしいでしょうか。本日はどういったご用でご来店になられましたか。 TikTok を撮りに来ました。うん、そういう店じゃないです。どういう店なんですか。私たちがお嬢様を楽しませる、そういったお店になっています。楽しませてください。はい、はい、よいしょー。お嬢様乾杯一本参りました。はい、よいしょー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 。どう、俺、かっこいい。いや、無理です、無理です。じゃあ、次は俺が行く。芹沢セリコが行く。なるほどね。今日の赤い花はニキビじゃなくてお前のハートだよ。どれくらい、ね、早く行け。ノーマルセレションで行きたいと思います。姫、今日はなんか一段と可愛い。ありがとう。本当に可愛い。プロのメイクさんにメイクしてもらってるから。それあ、そうなんだ、うん、なんでこんな可愛いんだ。今日が一番可愛い。そして俺が一番キモいだよね。一番キモいよ。いや、あのなんかさ、誘導的にさ、いけるかなと思った。いけそうだって。結構良かったよね、今ね。じゃあ最後に番長。頑張れ、頑張れ番長。勤務70年行ってきます。姫ねえ、TikTok 撮れないよ。多分 TikTok 撮りすぎで肩多分凝ってるんですよ。肩を、うん、足取りこれで70年の処理。わー、なるほどね。もうちょっと近づく。よっしゃー。皆さん、今日髪型綺麗ですね。ありがとうございます。やってもらったんで。やっぱりね。でちょっと肩こり、肩もめ適当じゃないですか。あー違うよ、これ愛情こもってる。もうちょっと親指をこう。あー、OKOKOK。 あー、いい上手上手。いいよ。皆さん、これお金取るんですけど。これあんま気持ちよくないですね。あ、なんかごめん、お金取らないといけないんですけど。はい、結構7万円ぐらいするんですよ、僕から。でももうやっちゃったんで7万円なんですけど、はい、7万円払えなかったらかっこいいって一言言ってもらえるだけでちょっとタダにしちゃうんですけど、どうですか。あー、どう思いますか。なるほど。僕のことどう思いますか。でもそれってなんか良くなくないですか。作曲表として普通によくないとこ疲れてます。あ、じゃあシンプルにシンプルに、やっぱ僕かっこいいと思うんですけど、どう思います。いや、それはちょっとやめた方がいいと思いますよ。じゃあ、キモいかかっこいいって言ったら。え、キモいです。あ、すいません。ありがとうございます。自分でキモいって分かってんじゃん、よかった。惜しかった。今一番惜しかった。でしょ。ガチで惜しかった。金の70年の違い、これだ。ちょっと迷ってたもんね。ね、色変わってたでしょ。まあ、あとまあ次はいろいろ武器を備えて。うん。行こうか。行こうか。こんなイケメンに武器持たせたらダメだよ。ダメだよ。じゃあ行ってこようか。行こう。よしよし。行ってきます。How are you today? How are you? People. No, how are you? No, 英語 no. 英語 what? Okay, I? Fine. 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 What do you want to eat? Something? What do you want?
もうちょっとわかりやすくお願いします。An example, I want to something to eat a hamburger. McDonald's? 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 McDonald's burger and Kentucky Fried Chicken. No, Mr. Donuts? Mr. Donuts? Hamburger? Hamburger no Mr. Donuts. Mr. Donuts? Pondering number one. Pondering? Pondering number one. Okay, I'm cool. No. Bad. お兄さん、今日あんまり似合ってない。Oh, she's crazy, man. クレイジーゴー！次は俺の番か。俺のこの赤いバラで一撃さ。引いてこよ。じゃあここからバラを出そうかな。あ、No.お呼びでしょうか。今日は楽しんでいただけますか。なんでもないです。我らカルバラは、我らなんて言いますか。我らカルバラです。カルバラ、はい、カルバラっていうのはホストクラブです。あ、ホスト、そうなんです。分かってないですよ。にしてはブー。あ、まあ今回、まあ、そういうユナ様、はい、お姫にはこちらを、すいません、赤いバラを用意しました。これはあなたのように綺麗な赤いバラ、それと僕のこのニキビと同じ色をします。そんぐらいあなたは綺麗だということです。ということで、一番可愛いお嬢様に、一番かっこいい僕から、一番かっこいい、せいお兄さんの、ここだけじゃない、これ全体が痛い。せいこれ全体が痛いです。シューンシューンかっこいい。まあ最後は俺らのボス、うん、ボスに登場してもらうか。登場よろしくお願いします。どうぞ。はい、世界とユナの平和は俺が守る。よし、行こう。どうも、ユナと世界の平和は俺が守る。ユナがどんな男、どんな悪い敵に誘われても俺が守る。見たまーる。俺は効かん。あれ弱いですね。でもユナにとっておきのものを用意したんだ。金玉、金ボール、金ボール。これは宝物さ。これが成功したらかっこいいって言ってね。成功してない。パパ、おめでとう。目の場所合ってないし、悪いね。マスクの下がる。どう？かっこいいでしょ。なんか思ってた画面と違った。ショック。リーダー大丈夫か。息が上がってるの。しげ、Are you okay? 息苦しくて立ちくらみだ。よし、行こう。最後の挨拶だ。今回は成功か失敗か。大成功だ。大成功。まあいつもと同じくらい。サクセス。今日はこんな感じでユナ嬢が喜んでくれた笑顔を見れた。それだけで俺らは満足だ。あやつはあやつはツンデレなだけで、目はかっこいいと訴えておった。まあ次は俺らの最高戦力、ユキゾウを呼んで。どうしたの。ここのあれにはいろんな女の子がいるから、楽しみに待ってきな。次は君かもしれないよ。最後にボス。つらいよ、つらいよ、これつらいよ、この格好恥ずかしい。ということで、この動画はこれで終わるわ。せーの、See you later. Bye.